も見ていただきましてありがとうございます。今日は水筒カバーを作ります。100均で買ってきた水筒カバーに紐を取り付けます。技にして二重にしてしっかり取り付けようと思います。半分に折って印を入れて、もう半分に折って印を入れます。ベルトになる部分にも印を入れて、ちょうど半分になるように留めていきます。待ち針で留めてずれないように縫っていきます。まず紐にベルトを通します。ベルトにも半分のところに印を入れます。ずれないように針で留めます。上から2-3ミリのところを縫います。返し縫いをしてぐるっと縫ったら出来上がりです。とっても可愛い水筒カバーになりました。5分ぐらいでできたので、ぜひ作ってみてくださいね。